ニューヨーク市地下鉄6系統はニューヨーク市地下鉄 A ディビジョンの運転系統。カラーは緑で、ブロンクスでは IRT ペラム線、マンハッタンではレキシントンアベニュー線を経由する。ペラム線の急行運転は平日のみ走るようになった。レキシントンアベニュー線を通る緑色シンボルの系統の一つであり、その中で唯一ブルックリンクには乗り入れない。基本は ペラムベーパーク駅とマンハッタンのブルックリンブリッジ、シティホール駅を全線各駅停車で運転する系統で、マンハッタンうちは日中4系統、5系統とも急行運転のため、この系統が唯一の各駅停車となっている。平日朝から昼前の南行きと昼過ぎから夜の初めの北行きには26の表示の急行が各駅停車と交互に運転される。 急行運転区間は、パークチェスター駅と3番街 -138、丁13名駅の間で、この時間帯の各駅停車は、パークチェスター駅、ブルックリンブリッジシティホール駅の運転となる。また、9時30分ごろ11時頃の南駅急行は、パークチェスター駅、ハンツポイントアベニュー駅を各駅に停車し、また同じ時間の北駅各駅停車の約半数は、 ハンツポイントアベニュー駅パークチェスター駅の途中駅を通過する。平日昼間時間帯は4分間隔で運行。土曜、休日の昼間時間帯は8分間隔で運行。平日と休日とも終夜運転を実施。ありがとうございます。